モンゴル時代の華北東華領。興平寺は中央の右手万古山東華領に属する。興平寺は中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及び大本ウルスの時代に現在の華北省簡丹市一帯に設置された。モンゴル帝国建国の後身、アルラト部族長のボールチュを始祖とする興平王ボールチュ家の東華領であった。東大の州を前身とする。モンゴル帝国第2代皇帝、オゴデー・カーアンの治世の1236年に、州、慶州、慈州、伊州の4州を管轄する慶慈総管府が設置され、第5代皇帝、クビライ・カーアンの治世の1278年に、興平寺総管府に改められた。ただし、慶州のみは、慶寺から分離して、順徳寺を形成した。1236年、オゴデーは、華北の諸寺を、昭王、君臣に分配したが、この時、慶寺は、右手万古山東華の東華領とされた。右手万古山東華とは、オロナウル山氏族出身のノーヤンの総称で、筆頭は、チンギスカンの、右翼番人隊長ボールチュの息子アルラトブのボロル隊であった。ボロル隊は、州を、同じくアルラトブ出身のオゲレチェルビは、イ州を、コンゴ丹部のテムデーウマは自州を、ケレングトブのバダイとキシリクは、慶州をそれぞれ東華領とした。ボールチュボロル隊の末裔は、大本ウルスの時代、東華領の興平寺に由来する、興平王という王号を与えられた。朱元璋が明朝を建国すると、興平寺は興平府と改められ、興平府は1913年に廃止とされた。興平寺には11県、2州が設置されていた。松田2010、57から60ページ。ありがとうございます。